今日のゲーム、スコアは4対1、ホームの清水がリード。裏を取って岡本のクロス、さあ決めた。最後仕込んだのは野田です。いや、湘南はまだまだ最後までやるんだという思いですね。そうですね、このスルーパスですよね。この動き出し、受けてもよかったですし、出し手の方もそうですけども、今の連携良かったですよね。山根からのスルーパスでしたかね。ですね、はい。